い、皆さんこんにちは。タワバラチャンネルのナベです。タワです。いつもご視聴チャンネル登録本当にありがとうございます。今日ですね、陽面散布をね行っていきたいと思います。まあ、陽面散布というのはですね、葉っぱにね直接噴霧器やね霧吹きを使って、散布することによってですね、株元に与えるよりね吸収がより早く効くといったことでね、活力剤リキダスのですね陽面散布を行っていきたいと思います。今ですね、撮影しているのが5月上旬といったことでね、タワバラガーデンはこのようにね、もさもさしてですね、もうすぐね、早咲き品種が満開といったね、状態になっております。草花ともですね、うまく共演してくれてですね、綺麗なね、景観になっています。この5月はですね、タワバラチャンネルね、肥料の方は切ると、綺麗なね、お花が咲いたり、ボーリングね、してしまったりと、そういったね危険性もあるので、この5月はね、肥料を切るといったね、管理のね仕方をしています。しかしながらね、やはりこれだけのねお花をバラが咲かせるといったことは、バラの方もですね、非常に体力を使ってしまって、咲き疲れてしまう可能性というのはね非常に高いので、ここはですね、活力剤を使って、少しでもねバラがね疲れないためにもといったことでね、そういった対策をですね行っていきたいかなというふうに思います。それではね、早速作業の方入っていきたいと思います。はい、それではね、資材の方を見ていきたいと思います。ハイポネックスさんのねリキダスですね、こちらを陽面散布していきます。裏面見てもらうと、陽面散布とねいった欄がありますけどね、こちらは野菜となってます。タワバラチャンネルではね、陽面散布200枚でですね行っていこうかなというふうに思います。2リットルのねお水に対して、キャップね2分の1といったね計算になります。我が家はですね、相変わらずね4リットルの噴霧器をね使っているので、お水4リットルに対してねキャップ1杯といったね計算になります。それではね、早速陽面散布ねタワさんに行っていただきたいかなというふうに思います。よろしくお願いします。はい、それではね、陽面散布を行っていきたいと思います。こちらデルバールのブリーズですね。こちらの品種はね一輪咲いてくれてますけども、このようにねカップ咲きのアプリコットソフトピンクといったね感じで咲いてくれてます。陽面散布ですけどね、やはりね葉っぱの裏をですね中心に散布してあげるといいですね。やはりね吸収はね葉っぱの裏からといったことで、このようなね感じで、7割ぐらいですね、パーッとねかけてあげて、で表側ですね、表側にふわーっとね3割薬剤散布とね一緒です。ただね、お花にかけてしまうとね汚れてしまう可能性もあるので、葉っぱ中心と、つぼみはですね、どうしてもねリキダスの方かかってしまうと思いますけども、なるべくねお花にはかけないといった感じで、散布していただけるとよろしいかなというふうに思います。はい、こちらドリューのミステリューズですけどね、間もなくね満開を迎えるといった感じになってます。このようなね景観です。このようにね、シュラブローズもですね、一緒ですね。葉っぱの裏にさーっとね、7割散布してあげて、で、表側からね、葉っぱに散布ですね。なるべくね、お花にかからないようにといった感じですかね。これで OK です。こちらのね、ミステリューズもですね、ほんと魅惑的なね、バラですよね。こういったね、シックな色のね、バラもやはりガーデンにあるとね、引き締まるかなというふうに思います。ミステリューズですね。はい、こちら、小松ガーデンのレディーソウルですね。こちらはもう少しで満開といった感じになってます。葉っぱの裏に7割ね、活力剤の方を陽面散布ですね。なるべくお花にかからないようにと。で、表側にね、ふわーっと3割かけてあげる感じですね。このようにですね、株元付近はね、葉っぱの方ね、黄色くなってますよね。日照不足だと思うんですけども、こういったね、葉っぱっていうのは、なかなか緑色にね、戻らないので、取り除いてくださいね。こちらのレディソールですけどね、12センチぐらいの大輪がね、咲いています。花弁のね、外は濃い感じでね、中に行くほど薄い感じで、ひらひらでね、咲いてくれてますね。非常に綺麗なね、品種ですね。レディソールですね。はい、こちら水谷農園さんのね、天使のあや新品種ですけども、こちらもですね、葉っぱの裏にね、7割ですね、なるべく混み合ったところはね、入念にといった感じで、
で、表側にね、ふわーっと3割かけてあげる感じですね。つぼみにね、かかっても仕方がないかなと。まあ、お花になるべくかけないようにと。こちらの品種はね、このようなお花なんですけどね、まあ、ローズピンクではっきりした色合いでね、咲いてくれてます。まあ、これからね、満開を迎えるといったことでね、非常に綺麗なね、バラですね。天使の綾ですね。はい、こちらアップルローゼさんのメーベですね。こちらも葉っぱの裏に7割ですね。こう混み合ったところはね、入念に行ってあげるといいですね。まあ、とにかく葉っぱの裏に7割で、表側にね、ふわーっと3割ですね。まあ、つぼみはしょうがないとして、お花にね、かからないようにといった感じですね。こちらの品種もですね、非常に可愛らしいですね。薄いね、アプリコットといった感じですかね。周りはね、ソフトピンクといった感じで咲いてくれてますけどね。アップルローゼスさんのね、メーベになります。まもなく満開をね、迎える品種になりますね。はい、今日ですね、葉面散布ね、行っていきました。まあ、これでね、咲き疲れをですね、まあ、少しでも軽減させてあげるといったことでね、まあ、こちらの葉面散布、開花中にね、ぜひ行ってください。今ね、隣に見えますのはこちらロサオリエンティスのロマンティックチュチュですけどね、まあ、この子ももうすぐ満開といったことでね、非常にね、楽しい季節到来ですね。もうありとあらゆるね、バラがどん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 咲いてきてますのでね、もうターバラガーデンの方も間もなくね、満開を迎えそうな感じになっています。こちらはね、ラマリエですね。可愛いですね。フリフリです。まあ、やはりですね、この5月ね、まあ、少しでもお花の方ね、長く綺麗に楽しみたい方はですね、ぜひこちらの葉面散布バシッとね、行ってください。それでは今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。また会いましょう。さよなら。さよなら。